今日はですね、時間がない時にでもがっつりしたものが食べたい時などにぴったりな豚キムチーズ丼作ってみました。実際にね、仕事の帰りに材料を買いに行って作ってみたんですけれども、準備から入れてもね、10分ぐらいでできる料理やったので、時間がない時など皆様一度お試しください。はい、本日の料理は以上となります。この料理役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご参考 MB5 でした。